おはようございます。南から来た介護職員です2019年4月12日南の福祉タイムスを始めます朝日新聞デジタルからです介護職員給与月30万兆に全産業平均より6万円低くという見出しで 記事の引用を行います。厚生労働省は10日、昨年9月時点で、常勤の介護職員の平均給与は月額30万970円で、前年同期より1万850円増えたと発表した。同省は、昨年度行った介護報酬引き上げの効果などと見るが、全産業平均と比べると約6万5000円低い。 調査は、昨年10月、1万670の介護施設、事業所を対象に実施し、7908施設、事業所、約74%から回答を得た。平均給与月額には、賞与なども含まれる。厚労省は、平均給与が上がった要因として、3年に一度の介護報酬改定により、 介護報酬が0.54%引き上げられたことや人材不足で有効求人倍率が全国平均で約4倍と高止まりしていることなどを挙げる。政府は今年10月消費税引上げによる増収分1000億円と介護保険料1000億円の計2000億円を使った臨時の報酬改定を予定している。 一定の要件を満たした事業所を対象に10年以上の経験を積んだ介護福祉士のうち少なくとも一人について月約8万円以上賃上げする加算を設ける。引用終了です。昨年度は全体で0.54%の介護報酬のプラス改定がありました。処遇改善加算は拡充されていませんが、 深刻な人手不足もあって、多くの事業者が賃上げに踏み切ったとみられます。最も高い加算位置を取っているところが増えたことも影響しました。保険料の在り方も含めて、国は実態に見合う介護報酬の設定などの取り組みにより、だいぶ介護職員への待遇改善に反映されているのではないかと考えます。これは 介護福祉士の資格を持ちながら、他の業種で働いている人の折り起こしになると期待できます。超高齢社会に入り、要介護者はさらに増えます。介護職員は、いわば高齢者福祉を支える足腰と言えます。なり手が減れば、膨大な介護難民が生まれて、制度そのものが危うくなるに違いありません。介護職の人材確保では、 厳しい労働環境に置かれている介護職のマイナスイメージの払拭や資格取得者の地位向上も不可欠となります。